男女のペアチーム戦。わーお。あ、うまい。ゆっこちゃんチームフォアアップです。これは直しを作っていた。ジョンマリガン。お返しシャフト。ダウン分。おお。今のところ4本ですね。でこっから何本刺繍できるか、はい、あれ今何本でした？5本。同じとこ行きます。あれですね、撮影考えて同じとこ行ってるんですね。そうです、そう言ってください。やばい。マリガン使いますよ。マリガン。もうすいません。マリガンもこうです。マリガン取り消し。怒られちゃう、こんなゴルフしてたら。頑張ってちょっと、ね、バーディー欲しいですね。バーディー1個もないからに。バーディー欲しい。プレッシャー。これはあ、残念。ナイスパー。残念。
ナイスボギー。ボギー。ゴーバーディーナーズ。悔しいです。悔しいですね。集中さまに。まあまあまあ。なんかバーディーパット打たせてもらえただけ、すごいやっぱさすがだなと。あの3打目すごかったですね。すごいです。雨のプレッシャーにも負けず。超完璧。どうしよう。ナイス。今めっちゃいい。これすごい遠く。今のめっちゃいい。ワンプラ203ヤード。そんなあるんですか。結構あります。木に挟まれてて、グリーン の、 その入り口が狭い。でもなんかこのライトいい、なんか塚田プロの弾道といい、いい感じでドローで乗せていきそうですよね。うん、めっちゃ解説してくるですよね。とりあえず届かすこと目標に、ね、ちょっとね、やっぱスイングのリズムがちょっと早かった気がします。あ、でも近くまで行ってると思うんですよ。5番ユーティリティで、はい、ここに183ぐらい。一応雨がすごいので、はい、ここで、はい、で、なんかの佐野さんのご好意と、はい、9番ホールも含めて2分分の戦いで、わーお、わかりました。日本分上げるっていうか、日本分削りに来て止まったと思ったんだけど、うん、あ、まあでも結構この手前からね、押したもんね。何なんだっけ。あ、バンカーバンカーバンカー。大丈夫。行きます。大丈夫大丈夫、分かんない。今すんごい救おうと思ったら全然。40ぐらいあんのかな。40もないのかな。そこまで30。3度で2本分かかってるんで。なんでこういう時いい限り一番苦手な距離が来るの。いやいや、これはちょっと開くの。あ、それもう普通でいい。普通に、うん、それじゃ届かない。届かない、うん、持った持った、うん。ちょっと雨で芝生も濡れてるからボール若干飛ばなくなっちゃう。飛ばない。うん、あ、なるほどね。とスタンスもうちょっと基本的に。そうそう。
あ、でもキュウリは OK。 キュウリ OK。 ドゥドゥー、左向いてましたよね、私。向いたところにそのまま出て、そして強かった。ちょっと強かったらしい。いやー、止まっててほしい。あ、はい、あ、そんな、そんな感じだった。浮いててよかった、うん、まだ浮いてました、ボールが。うまい、うまい、入ってしまえ。まっすぐでいいと思いますよ。まっすぐだな。まっすぐ。イエーイ。ナイス。ダマス。これにさすがに分かってるの。マイナス2。やばいじゃん。はもう左内側。カップの中で。スーパー下り。触るだけ。触るだけ。ちょっと強めにいってたら、まあ、これかな。そう、そのぐらい。ちょっとみんなね、これシャフト2本かかってるからね。シャフトが2本。よっしゃ。ナイスよかったシャフト2本。あ、守った守ったいつも右の右行っちゃうんで。で俺後ろから行く。あ、いいっすよ。後ろ行っちゃう。じゃあここから行きます。うん、ここから行っちゃう。いいっすよ、人これだけだから一緒にやります。バンカー、そこ多分バンカーあそこね、あそこ、しかもセカンド見えねえやつ見ちゃいけないやつ。そう、インパクトで吹くってかなと。気合いでフェアウェイですか。気合いですごいすごいとこ狙いましたね。本当にこれ。うわ、あそこは悪い。うわ、うまナイスショットです。ありがとうございます。視聴者プレゼントありがとうございます。はい無理やり感すごいですけどね。まあでもね、喜んでいただけるのであればいいんじゃないですかね。うん、青木さんはシダドライバーどうでしたか。いや、良かったですよ。すごいなんか飛んでる気がする。飛んでますよね、実際。うん、飛んでる気がします。なんか球が強い気がする、うん、今までのより、うん、今までも飛んでる感はあったけど、まだ上に上がっちゃってたって感じ、ポーンって。でもそれが結構なんか前に前に行ってる感じ、転がって、そうそう、前に転がってる感じがするので、すごい飛んでる感じはします。こっちにラストしか方法ないと思うんですけど、それはえっ、そこ
と狙おうかな。全然想像と違う。そうっすか。すげえ。距離もちょうど多分130ぐらい。もうちょい右ですね、はい、ゲストラめちゃめちゃかっこいいでもこれでも十分じゃないですか。もう木は邪魔じゃないのかな。あ、全然全然あの特に何もなし。プレイン一度痛いですで、ナイスイン。あ、気持ちいい収まる。想像以上に収まりが良くて、なんだろう、無駄になりたくなる感じ、うん、そのシリーズだけなんですか。いや、あのね、うん、去年出てたシリーズにもこれあるんですよ、うん、まあ、素材が違うんですけど、うん、でも形は一緒なんです。これ欲しいです。じゃあピーさんちょっと考えてあげてください。お願いします。はい、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。18ホールだったんですけど、うん、まあ、途中雨が降っちゃって、そうですね、17ホールの結果を発表していきたいと思います。はい、じゃん。でね。塚田プロ、ゆっこちゃんチーム。はい。シックスアップ、はい、ということで塚田プロゆこちゃんチームの勝ちです。ありがとうございます。まあ、だいぶマリガン使ったんですけど全然歯が立たなかったですね。ちょっと足りなかったですね、マリガン。マリガンがまず多分本当に全ホールマリガン必要だったかもしれないぐらい力の差を感じた気がします。そう、どうでしたか今日は。ね、やっぱりもう視聴者のために頑張りましたゆこちゃんが全然上手くて、うん、ありがとうございます。もうパッとなんかどっからって距離ピタッと合わせてぴったりですね、うんうん、すごいな。 T ショットもね、ほぼ曲がんないし。そうなんですか。うん、最近ちょっとアプローチがちょっと苦手な部分があるんですけど、なんかアプローチはあの塚田プロがこうカバーしてくれて、うん、なんか他のショットはなんか気持ちよくずっと打ててたんで、うん、あ、なるほどね、安心感があったんですね。なんかね、それそうですね、チームワークチームワーク結構ね、良かったんじゃないかなと思う。うんうんうん、うん、カバーの試合サポートできたんだったらいいです。かなりサポートしてバッチリでした。はい、です。サムさんどうでしたか。サムさんどうでしたか。まず一つは、うん、塚田プロのね、あのテクニックの方には全く歯が立たなかったっていうのが一つと、純、うん、ちゃんのね、足を引っ張っちゃったかなと思って。佐野君にサポート必要だったよね。そうですね、いろんなサポートさすが仲良し。さすが仲良し。気持ち追い詰めたところもあったよね。そうなんですよ、バーディーもありますもんね。そう、追い詰めてた、結構追い詰めたんですけど、バーディーかっこよかった。うん、下りの良かったですよね。大丈夫って言われちゃったけどね。どうしたのどうしたのって。はい、ということで、
TRPX の本当に使いたいって方だけ、本当に使いたいっていう方だけ、はい、ちょっと概要欄に応募方法を記載しておきますのでご確認ください。あの一本は私ですよね。あ、このうちのね。それでそれで一本は私ですよね。そうですね、はい、あのじゃあ5本です。あ、で私1本もらっちゃったんで、うん、4本になります。なるほど。私も今日あの新しいシャフトをねつけていただいたドライバー、ね、アッカーバーナー401ですね。401すごかったね。飛んでた、めっちゃ飛んでた、うん、やっぱランがすごい出てて、うん、高さも出てましたね、うんうんうん、やっぱ飛びますね。いいシャフトです。初速にあの特化したシャフトなんで、お、初速はとにかく出したいと、そういう方には。あ、出したい、うん、皆さん始めますね。はい、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。